Hiroshi Masuoka, one of Japan's leading rally drivers and overall winner of the Paris-Dakar Rally in 2002 and 2003. In this video, he tests the performance of the more aggressive Expander Cross from his point of view. Hello, everyone. My name is Hiroshi Masuoka. 今回はエクスパンダークロスを運転しながら三菱自動車の過酷なテストコースでその優れた運動性能を紹介していきます。今日はこちらの三菱自動車のスタッフと一緒に体験していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Driving over a bump, going over bumps and puddles with confidence. ここではね、大きな小山を越えていきます。段差越えですね。高さ 1.5 メートルぐらいありますけれどもね、前のバンパーが近くあります。アプローチアングルと言いますね。擦らないでかわしていくと。はい、まあしっかりね、こう今コブの上にいますけど、はい、お腹擦らないでしっかりかわしていきます。姿勢をすごく重要です。今度はね、後ろのバンパーが近くなります。デパーチャーアングルと言います。乗用車だったらもうね、ガリガリって吸っちゃうところしっかりかわしていきます。まあ、例えばこういう段差だけではなくてね、夏の大雨とかにね、道路のできる大きな水たまり、まあ、そういったところも安心してね、走行することができます。Camber driving, body stiffness even on unstable roads.ここはね、キャンバリングと言います。バンクとも言いますけれどもね、およそ30度、これ今ね左後ろのタイヤ浮いてます。ちょっと怖いですけどね、とにかくこういったところはね、ゆっくり走るのがポイントですね、はい、どうですか。いやー、すごい傾いてますけど、それでも大丈夫だって思える安定感はありますね。やはりね、車のね、エンジンとかギアとか重いものってやっぱり床下、うん、なるべく重心を低くしてるんで、意外とね、こう傾いてもね、車安定するんだよね。ここではですね、車のボディ剛性を見ます。このようなね、車にとって厳しい状況なんですけれども、なんとドアの開け閉めが普通にできちゃうという、このライズボディと言いますけれども、ボディ剛性の強さがこういったところで発揮されます。ボディが強いということは、万が一衝突の時、大切な家族を守ってくれる。高速道路の直進安定性とか走りにね、ボディ剛性というのは効いてきます。エクスパンダークロスの自慢の一つでもあります。モーグルドライビング absorb shocks for a comfortable drive。 ここは結構大きなうねりが続くね、はい、モーグルセクションと言います。ここではね、やっぱりエクスパンダークロス、車輪が上下にたくさん動くので、下のデコボコをね、これ吸収してくれるんですよね。ガツンっていう衝撃がないでしょう、はい、すごく乗り心地もいいしね、車苦手な方もね、車酔いしづらくなんじゃないかなと思うんですよね。Escaping when stuck. Traction control helps you escape. ここではぬかるみ脱出をします、はい、ドライバーね、チェンジしました。よろしくお願いします。かなりね、こうぬかるみ滑りやすい路面です。脱出の時スリップしたら、もうアクセルをじわーっと踏んでね、はい、戻さないで待ちますね、はい、アクセルじわーっと踏んでいきます。踏んでいきます、踏んでいきます、踏んでいきます。ほら、おー、脱出できたでしょ。脱出できました。結構ね、最初スリップしたんですけどね、はい、はい、しっかりトラクションコントロール作動して、はい、まあこれでね、大雨の後とか、はい、抜かれても安心して走りますよね。Deep slope climbing. Powerful engine provides sense of ease and confidence. ここはね、森の中の急坂になります。エクスパンダークロスは 1.5 リッターエンジンに CVT を採用してます。エンジンパワーをロスなくね、回して、スリップなく登っていきます。それではスタートします。お願いします。やっぱりパワーに余裕がありますね。はい、街の急坂とかは安心して登れますね。はい、まああとね、デパートやスーパーの立体駐車場なんかのね、こうスロープも安心だと思います。今回はエクスパンダークロスの優れた性能をこの過酷なテストコースで試してみました。いや、今日ね、一日ドライブしてね、感じたのは、まあ、私たちがね、本当にこう描いた
以上の車に仕上がったと思ってます。どうですか、横乗ってて。はい、そうですね、本当に肉、そしてエキスパンダークロスの独自の走りの性能っていうのをこのテストコースで感じました。また一緒に乗っていて本当に乗り心地が良かったり、安心して横に乗れたかなと思っておりますので、非常に学びの多い一日でした。ありがとうございます。私たち三菱自動車は長年にわたり世界のラリーに挑戦し頂点を極めてきました。エキスパンダークロスはまたそのノウハウが凝縮され、三菱車らしい安全安心快適な走りを楽しむことができる車です。どんな道でも安心して確実に目的地に到着できることが車の基本性能の一番大切なことだと考えています。ぜひあなたもエキスパンダークロスでそんな優れた走りをご自身の運転で体験してみてください。Drive your ambition, Mitsubishi Motors.